ここはね、下肉が1日以上赤ワインとアーマニャックで寝かしたんだけど、この勝手に追加しようかなと思って、ドライレーズンをアーマニャックと、寝かしたやつ。ちょっと遅かったね。ちょっとな。遅かった。ちょっと失敗。赤ワインに寝かして、で赤ワインなの外して、うん、ここでちょっとオリーブオイル足して、で今こういうふうにちょっと焼いて、うん、でもちょっと強火が欲しいんだけど、それは難しいな、強火。焦げ目が欲しいんだ。うん。今からつけてたワインを入れるんだよ。ああ、それでゴトゴトになるん。そう。んー。でもギリギリなこのサイズ。多分肉は3キロ以上あったわ。桃と多分肩2つかな。んー。ローレル。それマンガをぶつこ、チーズとぶつぶつが交換した人、フランスの人がチーズと一緒にこのハーブも送ってくれた。面白いね。面白い。なかなか気が利いてやな。彼も焼き板を作るんだって。なかなか建築にはいいんだけどな。湿度が高いところやで。そうだね。うん。ちゃんとうまかったのが美味しかった？よんちゃん。おかわり？よんちゃんところ。だけどうるさいな、割と。何なんだよ。実はこの炭にこじらえてからヘルサの料理の幅がごっつ広まってきたな。そうね。ラジオオーブンが来て。うん、そう。なんか発明かな。まあまずその火を焚くという面白さと、うんうん、あとは外でするという面白さと、あとはこれやっぱりこの色にはやっぱり楽しいよな。うん、楽しい。いいよね。酒の好きな人。うん。割としただけでもきつそうやもんな。一見鉄やで、ね、抜くなったら、ああすごいな。おりゃ。ギリギリや。まあ炭は割とひっつかんでいいけどな。うん。ガスみたいなことになる。柔らかい肉になるやろな。めっちゃ。柔らかい？うん、うん、そうやね。ちょっとトマトソース、トマトソースの出番。楽しいね、こういうふうにしゃべりながら。こういうなんかいろりの料理はちょっと癒しになるんだよね、うん、すっごいゆっくりするから。それはシンプルやしな、うん、その他に何もできないよね。本来の味やでな、もともとの味、本当に電子とか。これで面白いんじゃん。
わお何やすごいな。こんだけお汁があったらひっつかんのじゃん。うん。火も炭やで。ガスではあかんけど。ああ、なるほど。これはガスでは難しいやろな。あつかーん。そうかね、猫。よかったね。これはやっぱり人災の楽しみやな。え？いっぱい？これで？こんなに？そんなに？こんなに？いちごない。いちご、え、本当？うん、え、こんないきなり半分も飲むってこと？結構すごいな。あ、そうそう、そうなるの入ってない。あ、なるほど。それね、最後までずっとつけてたらポコンってひっくり返った。じゃあ、ここでこっちは入っとるよ。いやいや、これはいい映像になるで。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ダメやで。そっち、フレ君、はい、そっち。あ、なにこぼ、入れすぎ。いや、全然ちょうどいいんだよ。いや、めっちゃこぼした、もったいない。はい、皆さん、はい、見て。うわ、すっごい。あ、おー、美味しそうにゃん。すごいな。ギリギリだね、10インチ。